なマジックをご覧いただきましょう。こちらに真ん中に穴の開いたケースに大きなカードを3枚用意いたしました。ご覧の通り地札のカードが2枚と1枚だけ絵札のカードがあります。これからお客様にはこの絵札がどこにあるのか当ててもらいたいと思います。今真ん中にありますが、このままではさすがに分かってしまいますね。裏向きにしてさらに混ぜていきたいと思いますので、よく見ていてください。よろしいですか。ではいきます。はい、絵札はどこでしょうか。ん？これですか。これ、残念、ちゃんと見てました。これは絵札ではありませんよ。黒い地札のカードです。こちらも見てみましょう。こちらもやはり地札。最初にお見せした通り、絵札はやはり真ん中にありました。もう一回やってみましょう。今絵札は真ん中にあります。ではいきます。はい、絵札はどこでしょうか。ん？真ん中、やはり真ん中だと思いました。残念、真ん中は地札です。このように真ん中は地札。こちらを見てみましょう。こちらもやはり地札です。実は絵札はこちら、ここにありました。3つだと難しいので1つ減らしましょう。ではこちら、こちらの地札は使わずにこちらに置いときます。2つなら分かりやすいですね。こちらが地札、こちらが絵札。ではいきます。はい、絵札はどっちでしょうか。こっちですか。え、こっち。お客さん、ちゃんと見てました。こっちは絵札じゃないですよ。ほら、地札ですよ。ん？あ、そうですよね。ということは絵札はそうです、2つでもで分かりやすいです。ここにある。はい、地札ですね。あ、ということはなんと絵札を外したこちらにあったんです。